こんにちは、北島あカット TV です、今日は水泳の日ということでちょっと、北島アカーティクスのインストラクターもサポートとして、入っているのでちょっとこの後映像でどんな一日かっていうのを映像をお見せします。ちょっと今進行中なのででは動画お楽しみください。
にいる元選手たち、全員オリンピアンですけれども、みんな苦しいことをしてきました。でも苦しいところに、やっぱ水泳を楽しむっていうね、そこに大前提があって、水泳を楽しみながら苦しいことにもチャレンジしていく。そういうことを、今日一日楽しかったと思いますけれども、これから速くなりたいとかね、強くなりたいっていう選手は、苦しいことにもチャレンジしていかなくてはいけないですね。今日楽しい一日をね、絶対忘れないで、また来年で水泳の日があったら、また僕たちお会いしたいなと思いますので、今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。